こんにちは、アンティークコインギャラリアの渡辺です。今日はですね、久しぶりに開封の儀シリーズやらせていただこうかと思います。ということで、今日のコインはですね、こちら、The Great Engravers William Wyon RA Una and the Lion ということで、こちらですね、2019年に、発行された、イギリスからですね、発行されたニオンスですね。ニオンスの、プルーフ金貨となります。まあ、いわゆる、モダンウナのニオンスっていうやつですね。2019年の10月に発表されて、それからすごい勢いで人気のコインとなり、もう、ちょっとね、普通の感覚では買えないような値段になっておりますが、それでも、欲しいという方はたくさんいらっしゃるという、モダンコインの横綱みたいなコインです。じゃあ、早速中開けていきましょう。まずですね、この外箱を開けるとですね、まあ中にはおなじみの、この黒い紙の箱が入っていますね。で、こちらを開けますと。はい。グレーテン・グレーバーズの、この、まあ冊子ですね。この、ウィリアム・ワイオンとウナ・ライオンについての、解説書がちょっとついていますね。はい、ゴシッククラウンだったり、まあ、ウナライオンだったりっていうものが、ついております。はい、で中ですね、早速見ていきましょう。よいしょ。はい、この中に木箱が入っています。もうなじみの箱ですね。でロイヤルミントの箱を開けますと、よいしょ、じゃん、ということで、はい、この中に、コインが収められています。はい、ちょっと見てみますね。こちらですね、今回も購入いただいた品でして、まあ、すぐにもう発送して私のところから離れていってしまうコインなんですけれども、今回、ご好意、撮影の許可をいただきまして、撮影しております。ありがとうございます。ということで、見えますかね、こちらケースに入っておりまして、彫りがやっぱ非常に深くて美しいですよね。一応こちら裏面となります。はい、こちらエリザベス女王ですね。ですね、まあ本当に2020年の今12月ですので、まあ2020年も終わりそうな、時期なんですけれども、まあ、あれから、もう2020年はもうこのコイン一色というような感じでしたね。2019年の末から出て、まあ、その時はですね、まだこのコイン、まあ、そんな簡単に手に入るコインじゃなかったんですけれども、私過去の記録見たら180万円とかで売っていた記録はあります。で、今年の5月ぐらいですね。で、かなり高騰してきて、それでも欲しいという方がいらっしゃって、その方にお売りして、まあ、440万円でしたね。ぐらいでお売りしましたが、それ以来全く音沙汰なく、もう全く出てこなきませんでした。で、今回久しぶりですね、7ヶ月ぶりぐらいですかね、まあ、とある方が、ちょっと売ってもいいよっていうことをおっしゃってくれまして、今回売る、販売できることになったんですけれども、もう、サイトに載せて、数時間後には売れる。というですね、私もちょっとかなり驚いたんですけれども、はい、普段だったらね、更新した後 LINE の通知なんかで送ったりするんですけれども、その LINE を送る前にですね、売れたということでして、まあ、非常に私もびっくりしました。まあ、未だにこんなに人気なんだなと、探している方いるんだなというのが改めて分かりました。ということでね、どうでしょう、今日は、ウィリアム・ワイオンの、ウナ・ライオンニオンス金貨の、開封の儀の動画でした。欲しい方たくさんいらっしゃるので、もし持っていて譲ってもいいよっていう方いらっしゃったら、もしご連絡いただけましたら、まあ、コインのね、次の、持ち主探すことをお手伝いできますので、よろしくお願いします。で、ちなみにですね、こんな感じで、ちょっと近すぎますね。まあ、いわゆる、サーティフィケーションも入っているんですけれども、ちょっと今回は、番号を見せたくないということでしたので、中身だけ見せますね。225枚ですよ、ということと、素材だったり、直径だったり、デザイナーの名前だったりが書いて
います。まあ、この中も事前に抜いていたんですけれども、このですね、木の箱のここのこちらですね、ここに、挟まっているっていう状態です。ということでいかがでしたでしょうか。今日は、ウナライオンのニオンスの開封の儀動画を撮ってみました。まあ、見たことないって方多いかと思うので、参考にしてもらえれば嬉しいです。じゃあ失礼します。